2が、ゴールデンゲート、ブリッジゴールデンゲートブリッジ、金門橋は、アメリカ西海岸のサンフランシスコ湾と太平洋が接続するゴールデンゲート海峡に架かる吊り橋。首都の間の長さが1280メートル、全長2737メートル。首都の高さは、水面から227メートル。橋の建設は1933年に始まり、 1937年に完成した。1964年にニューヨークのベラザのナローズ橋が完成するまでスパン世界一の吊り橋であったほかスパン世界一であった期間が記録に残っている中で最も長かった橋でもある。建設費は2700万ドル。この橋の建設で主要な役割を果たしたのはジョゼフ・シュトラウスである。彼はそれまでに小規模ながら400本以上の 可動橋の建設に携わってきた人物である。最初に彼が提案した案は大きな片持ちトラスケタを使うものであった。他、関わった重要人物としては、アールデコ長のデザインと色彩を決めたアービング・モーロー、数学的検証を共同で行ったチャールズ・アルトン・エリス、レオン・モイ政府などである。モローの意見により、自然との調和と霧の多い、 この地域での視認性を考慮して、インターナショナルオレンジという鮮やかな朱色でもあるが選ばれた。橋は南のサンフランシスコから北のマリン郡方面にへ抜ける唯一の道であり、6車線の道路と歩道を持つ。中央分離帯は上り下りの交通量によって移動する仕組みで、朝の通勤時間帯であれば南行きが4車線となる。歩道は自転車の通行も可能で、 通常時は東側が歩行者用、西側が自転車用の道路となる。通行料は南行きの自動車は通行料を要し、2013年、当時ファストラック払いの場合、6US ドル、ETC 払いの場合は 5US ドルとなっていたが、2016年、現在は 7.25US ドルである。サンフランシスコの主要な観光名所ではあるが、同時に、 自殺の名所にもなっている。1993年にはファッションブランドビクトリアズ・シークレット創業者であるロイ・レーモンドも自殺している。2014年時点で1653名もの人がこの橋から飛び降りている。この人数は飛び降りたところを目撃され、遺体が回収されたケースのみの数であり、世界一飛び降り自殺の多い建造物である。 水面から約67メートルもあるため、終末速度は時速130キロメートルにもなり、落水事故972名中生存者はわずか19名であり、死亡率は実に98%にもなる。その対策のため2005年から防護策を設ける提案がなされているが、4000万から5000万ドルにもなる費用や景観を損ねるであろうこと。 大型の防護柵を設置したことによる暴風の影響などの観点から反対意見も少なくなく2008年時点で実現には至っていなかったその時点での対策としては自殺中止を呼びかけるホットラインのポスターの掲示やスタッフによるパトロール夜間における歩行者の通行禁止などである2014年になって飛び降りた人を受け止めるネットをつけるなどの工事が 行われれていると報じられた2018年着工、2021年観光予定。ありがとうございます。